はい、皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日は大人のダイエットについてお話ししていきたいなと思っています。私たち50代にもなりますと、増えた1キロがなかなか減らない、そんなね、代謝の悪い、年齢になってきています。本当に水を飲んだだけでも、すぐ太るみたいな、そんな感じで50代は一旦太るとなかなか痩せません。だからといって無理なダイエットをしたり、食べないダイエットっていうのは私たちの年齢では非常に危険すぎます。それからよくあるのが、丸々だけ食べるダイエット、例えばキャベツだけ食べるとかバナナだけ食べるとか、そういう偏った食事っていうのもやっぱりね、私たちにとってはあまりいいダイエット法とは言えないじゃないかなと思います。年を重ねていくと、やっぱりあっちが痛いとかこっちが痛いとかここが痛いとかここが辛い、そんなような、健康の問題っていうのも出てくるので、できるだけ健康な方法でダイエットできるっていうのがベストな方法じゃないかなと私は思っています。そこで今日は intermittent fasting っていう intermittent fasting、 日本語に訳すと断続的断食っていう、ダイエット方法があるので、それをご紹介していきたいなと思っています。この intermittent fasting っていうのは全く新しいものではなくて、実は前からあるものの改良版みたいな、こうアップデートバージョンみたいな感じで、今それがね結構流行っています。ところで皆さんはファスティングっていうのはご存知ですか？ファスティングっていうのはいわゆる断食って言われているもので、私も結構ね、過去に何回かファスティングをやったことはあります。で、このファスティング、日本でも結構流行っていると思うんですけど、このファスティングに関しては、その断食する日付をこう決めて、で、そこだけ断食して、で、あと2日ぐらいでこう復食期、その戻していくその期間っていうのもあって、これがワンセットで、断食っていう感じでやられてるかなと思います。すごくその期間を限定してやるファスティングです。今日お話しするインターミッテントファスティングっていうのは、断続的なファスティングになるので限定的ではないんですね。どういうことかっていうと、実はこれ毎日の生活の中に断続的にファスティングする、つまり断食の時間を設けようっていう、そういうダイエット法になります。これは毎日断食するっていうところがポイントになります。また従来のファスティングにあるようなドリンクみたいなものも一切不要なので、もう本当にね、今日からでもできてしまうっていう、とっても簡単なダイエット法なんです。インターミッテントファスティングですけれども、これにはですね、いくつかパターンがあります。でも今日私がご紹介するのは、私がやってみて良かったパターン2つについてご紹介していきたいなと思いますので、よかったら最後までぜひご覧ください。インターミッテッドファスティング、初心者向けのプログラムは1212っていう方法があります。で、この1212って何かっていうと、1日の24時間ありますよね。24時間のうちの12時間をファスティング、残りの12時間を食べる時間っていうふうに分けて、ファスティングの時間は食べ物は食べちゃいけない、で、食べていい時間は好きなものを食べていいというプログラムになります。例えばどういうことかっていうと、夜の8時に全ての食事を終えたとします。そしたらそこから12時間、つまり次の朝の8時までがファスティングの時間になるので、その間は断食をするっていうことなんですね。そして次の日の朝8時から夜の8時までの12時間は
この時間は好きなものを食べていいというのが食べる時間になります。この1212は結構初めてでもできるのでおすすめです。なぜかっていうと、夜のダラダラ食いとかダラダラ飲みっていうのをやめることで意外と簡単に取り入れることができるからです。初めての人には結構ね、12時間ってすごく長いっていう風に感じる人もいるかなと思うんですけれども、このね、夜の飲み食いっていうのを割と早めに切り上げることでだいぶそのカロリー摂取っていうのも減っていくので、私たちにとってはすごくいいね、生活習慣になるんじゃないかなと思うので、すごくおすすめです。また夜の時間のファスティングっていうのは、多くの時間を睡眠に費やしているかなと思うので、昼間にやるファスティングよりもずっと楽にできます。そしてすでに限定的なファスティングは経験済みだよっていう人におすすめなのが、16-8 っていうインターミティットファスティングになります。この16-8 っていうのはどういう意味かっていうと、16つまり16時間をファスティングの時間に当てます。そして8時間を今度は食べる時間に当てるっていうものになります。つまりファスティングをしている時間がちょっと長い、4時間ばかり長いっていうことになります。これはですね、例えば夜8時に全ての食事を終えたとします。そしてそれから16時間後、つまり次の日のお昼までがファスティングの時間になるわけです。なので夜8時以降、次の日のお昼12時までは何も食事を取らないっていうのが16-8になります。12時から夜の8時まではその代わり好きなものを食べることができるというプログラムになります。16-8 はちょっとハードルが上がるかなというふうに思いますが、もし自分の生活スタイルがそこに合うようであれば、ぜひトライしていただければなというふうに思います。ファスティング中に口にしていいものっていうのをご紹介します。もちろんね、何も食べることはできませんが、水分を口にすることはできます。基本的にカロリーがないものです。カロリーがあるとファスティングが中断されてしまうからです。寝る前まではハーブティーとかは結構おすすめです。リラックスできたり、よく眠れるようなハーブティー、いろいろあるかなと思いますので、ぜひお好みのものを見つけてみてください。朝起きてお昼までは結構長いので、私はブラックコーヒーを楽しんだり、お白湯を飲んだり、それからもちろんハーブティーを飲むこともあります。緑茶なんかもおすすめですし、日本茶もなかなかいいです。私は温かいものを飲みますが、夏は炭酸水もいいかなと思います。炭酸水を選ぶときはプレーンのものを選んでみてください。ファスティング明けに何を食べたらいいかっていうと、私はですね、いきなりすごいドカーンと食べるのではなくて、スロースタートをおすすめしています。季節にもよるかなと思いますが、私だったらファスティング明けは温かいスープとか、それから季節のフルーツとか、まあ、そういったものからスタートします。で、もしランチにお外に出る、それが最初の食事だとしたら、例えばお蕎麦とかおうどんとか、まあ、そんなのもいいんじゃないかなと思います。いきなりドカンって食べてしまうと、やっぱり胃腸がびっくりしてしまうので、とにかくスロースタートっていうのがおすすめです。食べていい時間は好きなものを食べていいので、そのスロースタートをしてから好きなものを召し上がってみてはいかがでしょうか。私はですね、結構夜もしっかり食べます。割と食べます。お肉ドーンと食べたり、お野菜もたっぷり取ったり、しっかりお酒も飲みますし、デザートもいただいています。なのでこのインターミティッドファスティングっていうのは、
こうオンとオフの切り替えがね あるだけで食べたいものを食べることができるのですごく私は気に入っています。 16-8 のインターミテントファスティングをするとその朝食はどうするんだみたいな議論になるんですね。というのはどういうことかっていうと朝食は食べるべきか否かみたいな議論っていうのがやっぱりいろんなところで起きてるからなんですね。私は正解はないと思っていて常に朝食を食べる方がその生活のリズムとしていいっていう人は朝食を食べた方がいいと思っているのでこのインターミティッドファスティングをするとどうしてもねその時間によっては朝食の時間にねファスティングの時間が当たってしまうことがあるかなと思いますのでその場合はですねちょっと時間をずらしてもらえるといいんじゃないかなと思うんです。働いてる人がやっぱり朝食の時間をずらすっていうのはもしかしたらちょっと難しいかなとは思うんですが一つの案としては例えば夕方の5時にはもう夕食の時間を終えてしまう。そしてそこから16時間後、つまり朝の9時までファスティングの時間にする。そして9時には朝食を食べることができる。というふうに、もし朝食が習慣になっている人、朝食を食べないとやっぱりパワーが出ないっていう人は、そういうファスティングのやり方もあります。まあ今のは一つの例なので自分のライフスタイルに合わせていくっていうのが一番大事かなと思います。まあ12対12だったり16対8だったり、まあ今日はですねその2つのインターミティッドファスティングの方法っていうのをお伝えしましたが時間をね24時間の中でどこを取るか大事なのはオフの時に食べ物を口にしないっていうこと、オンの時は好きなものを食べれる、そのオンとオフっていうのがはっきり分かれているのでそこさえ守れればどこにどういうふうに時間をずらしていってもいいんじゃないかなと私は思います。とにかく12-12か16-8っていうその枠をしっかり守っていけばいいんじゃないかなと思います。ファスティングが初めての人は12-12で最初は始めてみるっていうのがやっぱりおすすめです。その食べない時間にしっかり食べないっていうことをやるだけで摂取カロリーっていうのは減っていくし特に夜の寝る前にダラダラ食べちゃったりダラダラ飲んじゃったり私もねよくあったんですけれどもそれがなくなることで摂取カロリーが劇的に減ります。そうすると結果的に太らないのでめちゃめちゃおすすめです。もちろんこのファスティングの方法だけで体重がどんどん減っていくっていうことはないと思います。でも今以上に太らないことやちょっと取りすぎていたカロリーの摂取が控えられたりするとそれはやっぱり私たち自分のね体に返ってくることなので非常に効果があるかなと思います。もちろん一緒に運動することも大事だし運動するとねやっぱり代謝が上がるので太りにくい体になったり、すごくいいことがあります。で、私はですね代謝を上げるためによく長風呂をしています。お風呂に入って特に私は炭酸風呂が大好きなんですけれども炭酸風呂に入って汗をねたっぷりかくっていうこともその習慣の中に取り入れています。インターミテントダイエットについて今日はお伝えしましたが皆さんいかがだったでしょうか。ダイエットっていろいろ制限があってやっぱりちょっと辛いじゃないですか。好きなものなのに食べれないとかたくさん食べたいけど我慢しなくちゃなかなかね辛いですよね。インターミテントダイエットのいいところは食べない時間そのファスティングしている時間さえ何も口にしなければあと食べていい枠の時間の中で好きなものを好きなだけ食べていいっていうことなんですよね。なのでもしかしたらこっちの方がずっとストレスは少ないんじゃないかなと私は感じています。
私もですね、この1212でずっとこのインターミテントダイエットっていうのをやってみています。で、まあ慣れてしまうとこの1212はすごくやりやすいです。食べない時間を12時間持つっていうのは結構楽にできるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ファスティング初めての人はそこから始めてみるのをおすすめします。そしてちょっと慣れてきたら、ぜひね、16-8 の方に挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。私はですね、時々16-8をやっていて、普段は1212です。で、もちろんこれ毎日ね、やっぱりできるっていうのが理想的ではあるんですけれども、私たち生きていていろんなことが毎日あるので、なかなかそうはいかない場合もあるかなと思います。そこはですね、決して無理をせず、ダメな日はお休みするっていうのもありかと思いますので、そこはやはりフレキシブルにこのインターミテントダイエットっていうのを取り入れてみたらいいんじゃないかなというふうに私は思います。というわけで、今日も見てくれてありがとうございます。今日の動画の内容が良かったよっていう人は、ぜひグッドボタンをお願いします。そしてまたコメントの方もよろしくお願いします。このチャンネルでは50代以上の大人の美容についてお伝えしています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。それではね、またねー。